黒石健太郎は、日本の企業家、株式会社ウィルフ代表取締役社長、金沢大学特任准教授、岡山県岡山市中区生まれ、朝日塾小学校、純真学院中学校、高等学校、東京大学法学部卒業、2006年、株式会社リクルートへ入社、人材採用、育成の営業、新規事業の戦略企画を経験し、 ニート引きこもり支援に取り組む社会課題解決事業本気の就職を立ち上げ営業職時代には営業 MVP、準 MVP、営業トップ賞を受賞本気の就職事業では日本パートナーシップ賞を受賞2013年に株式会社ウィルフを創業企業を考える大学生を対象としたビジネススクールを運営している2013年に サイバーエージェント主催の起業家、コンテスト、アントレプレナーイノベーションキャンプにて優勝し、サイバーエージェントを引き受け先とする第三者割当増資を実施。その後、2014年には、ミスル島、クックパッド、ライフル、イーストベンチャーズ、F インベストメントを引き受け先とする第三者割当増資を実施している。政治家を目指して、自民党岡山県、 第2区候補の候補に応募したが、山下隆に競り負ける。その後、2016年7月10日に投開票された、第24回参議院議員通常選挙にて、岡山県選挙区から枝さつ月の後継候補として出馬。民進党への逆風の中、32万9501票を獲得したが、元自民党東京都北区議で自民党公認。 公明党推薦の新人、小野田君に敗れ落選。落選後は、株式会社ウィルフに復帰し、事業へ専念している。プロフィール、黒石健太郎オフィシャルウェブサイト民主党岡山、新人用立、枝田札基氏の後継毎日新聞、黒石健太郎金沢大学研究者情報、金沢大学教員情報データベース、ありがとうございます。